砂漠の荒野に、まさにこれがオアシスですね。地下に水があるんでしょう。見たことも触れたこともない植物ですね。これはまさにオアシスの恵み。これすごいですね。この砂漠の荒野に透き通る水、こんな綺麗な水が湧いてるんですね。さあオアシスでお茶をいただきましょう。
さあ昼食の後はカラードキャニオンのエリアに入ってきました。色味とこの模様がちょっとペトラを思い出させますかね。ちょっと似てるかな。何万年何百万年かけてね形成されたんでしょうか。独特な形。なぜここに道があるのか。これ人が通るために作られたものではもちろんなくて、昔は水が流れてたみたいですね。水の通り道、なんかちょっと聖域に入っていくようなそんな感じがしますね。
ホワイトキャニオン、カラードキャニオンから帰ってまいりました。砂漠で歩いたんで、マンゴーマンゴーでリフレッシュしてます。今回ツアー参加して、朝の8時から午後の3時まで、ピックアップ込みで、ランチ込み、ホワイトキャニオン行って、ランチを挟んでカラードキャニオン行って終わりという感じでした。で、320エジプシャンポンドでしたね。で、まあ感想としては、まあ満足ですね。はい、まあ、ちょっとホワイトキャニオンがグランドキャニオンを思わせるぐらい雄大で、まあ、市内の、市内半島の雄大さというか、素晴らしい景色と、あとそこやっぱりこう谷を歩いて、肌でやっぱりその体験できるというか、そういうアクティビティがまあ良かったですね。ただ唯一、ちょっと引っかかった部分があるとすれば、まあ、カラードキャニオン、広告とか写真を見ると、ちょっと違ったんですよね、イメージと実際が。まあ、結論としてはあれは、アメリカのアンテロープキャニオンの写真を持ってきてますね。いやー、なんで、カラードキャニオンに対してやっぱり、過度な期待をしてたんで、まあ、それについて言うと、ちょっと、ん?とは思ったけども、まあ、トータル、昼食もすごい美味しかったですし、非常にこう、ツアーも、スムーズで、ストレスなく、楽しめた。そういったところではもう、結構満足ですね。はい。まあ、2000円ちょっとでこれだけね、1日遊べるっていう。あとはこれはもう個人では行けない。ツアーでないと絶対に入れないようなところでしたし、まあ、四駆じゃないとね、立ち入れないところだったんで、ベドウィンの少年に案内してもらいましたけどね、ホワイトキャニオン、カラードキャニオンのツアーでした。それでは。